楽しく薪割りチャンネルです。薪ストーブいいですよね。体の芯から温まり冬には欠かせません。我が家の場合シーズン中は朝晩炊きます。エアコンは使っていません。そんな薪ストーブですが、近隣の方にとっては煙と匂いが気になるはずといつも気にかけています。室内にいては煙と匂いが分かりません。たまに外に出て煙の状態と匂いを確認しています。煙のチェックタイミングは炊き始めと薪を追加した時に行うようにしています。匂いについても煙と同じタイミングで自分の鼻で確認しています。また炊いていない時にも匂いは確認しています。不快に思っていても言いにくいものですよね。